ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、スキピオの活躍すごかったですね。なんか想像の斜め上を行く凄さですよね。まあまだまだね、活躍するんで乞うご期待というところなんですが、まあね、それに加えてクラウディウス・ネロの活躍もすごかったですね。まああそこでネロがいなかったらね、一体どうなってたのかというところもありましたもんね。ハンニバルに増援が届いていれば違う展開もあり得たんじゃないかなというところですよね。弟ハスドルバルの生首で増援作戦の失敗を知ったハンニバル、まあ相当がっくりきたでしょうね。まあね、その弟が亡くなったということは武人として生まれた以上、まあ仕方がないということはね、まあ思えたんじゃないかなと思うんですけども、まあやっと援軍が兵力が揃うかというところをね、期待していただけにその失望はいかばかりであったかということを想像するとね、ちょっとなんか胸が苦しくなる部分もありますよね。まあ、ハンニバルはこの後しばらくこの長靴のつま先の方にですね、もう引きこもって出てこれなくなるというか、出てこなくなるというか、まあ実質出てこれなくなったんでしょうね。まあハンニバルの勢力圏って、まあ南の方だって、イタリア半島の南の方だったんだけど、タレントゥムをね、ファビウスに奪還されてしまって、そこからね、あのローマの剣マルケルスにどんどん追い込まれていってですね、最終的にはこのもう今はもうこのつま先のあたりにしか勢力圏がないというような感じになってきてるということなんですよ。いやいや、相当追い込まれてしまっております。さあ、そしてイベリア情勢ですね。まあ、イベリアのカルタゴ勢はね、マゴとギスコと、まああとハスドルバルがいたわけですけども、そのハスドルバルが援軍に行ったけど、まあ、ネロに負けてしまって、結局援軍も失敗に終わったよということだったわけですよ。いやだからマゴとギスコもね、もうこっちはこのイベリア半島は俺らに任せて、ハスドルバル兄ちゃんはハニバル兄ちゃんを助けに行ってくれということでね、マゴたちも送り出したわけですけども、まあその作戦が見事に失敗してしまったという情報がこのマゴとギスコにも入ってきたというわけなんですよ。でも逆にこれで彼らはもう振り切れた面もあるんですよ。もうなんかうだうだ言ってられないというか、まあイタリア半島の情勢がね、好転してればいろいろ取るべき策っていうのは変わってたのかもしれないですけど、もうこうなるとイベリアからスキピオとかいう若造をですね、追い出してハンニバル兄ちゃんを助けに行くということしかないですよね。そこでマゴとギスコはですね、まあ軍団を合流させる、まあだからハスドルバルはね、格好撃破されちゃったわけですから、まあ、そういったことがないように軍団を合流させたというわけですね。でここで総大将はね、そのギスコになったんですよ。このイベリア半島って、まあ、孫の家系であるバルカ家が開拓したわけじゃないですか。まあ最初ハミルカル・バルカがね、取り掛かったんでしたよね。まあその前からね、もちろん拠点は多少あったんですけど、ハミルカル・バルカが取り掛かって、その弟のハスドルバルがさらにそれを拡大してカルト・ハダシトとかを築いて、でハンニバルがそれをもう盤石なものとしていったというような感じでしたよね。なのでまあその孫としてはですね、そのギスコはバルカ家じゃないので、本音ではね、孫が総大将になって戦いたかったっていう気持ちはあったのかもしれないんですけど、そのバルカ家としてここの、あのイベリア半島は守るんだみたいなね、気持ちもあったかもしれないんですけど、まあ、そもそもこうギスコがそのカルタゴ本国から連れてきたものの中にはですね、当然その反バルカ家みたいな人連中もいたんでしょう。なので孫が総大将になっちゃうと、まああとは役職とかなんかね、そういうところもあったのかもしれないですけどね、慣習とかね。だから孫が総大将になっちゃうと、こう兵たちの反感を買う可能性もあったというか、こう求心力があんまなかったんでしょうね。まとまらないだろうっていう判断で、まあちょっとじくじたる思いなんだけど、もうギスコに総大将の座を譲るという感じなんですよ。まあ孫としてはそこまでしてでも軍団を合流させる必要があるということを感じていたというわけですね。でもまあなんかこういうところを見ててもね、やっぱちょっとこうカルタゴ軍って一枚岩じゃなくて、隙間風が吹いてるなっていう感じはねありますよね。で孫とギスコが軍団を合流させたことでですね、総兵力は7万4000と増が32というね、ものすごい数になっていくわけですよ。なんか兵力増えてねって感じなんですけどね。ハスドルバルの軍をスキピオを倒したはずなんですけど、なんかあんま減ってねえみたいなね、感じなんですよね。であの時言ってたのって、なんか
だいたい1軍団2万5000持ってるからで3軍団あるから7万5000のはずだよねみたいなこと言ってて、でスキピオがハスドルファル倒したのに未だ7万4000あるっていうね、まあ、それだけ兵力を増やしたりとか、まあその歩兵したりとか、まあカルタゴ本国からの援軍があったりとかっていうことなんでしょうけど、でまあそれに加えてですね、あのカルタゴ軍には最強ヌミディア騎兵がいますからね。これヌミディア騎兵のですね、を率いていたのは、まあヌミディア王国の王子マシニッサという人物だったんですよ。この人物がですね、またちょっとキーマンになってくるんですよね、後々。マシニッサね、ちょっと名前だけ覚えておいてっていう感じですね。まあそんな大戦力になったカルタゴ軍ですが、なんかねスキピオを積極的に攻めないんですよね。そのハンニバルを助けに行く必要があるっていうことで迫られていたんであれば、まあ急いで攻める必要あると思うんですけど、ここで待つという戦略を取るんですよ。イリパっていうね、まあさらにバエクラから、まあ、前回そのハスドルバルとスキピオが戦ったバエクラという場所は、カルトハダシトから少し西にある場所なんですけど、さらにそこから西というか南というか南西の方、もう結構ねジブラルタル海峡に近いあたりですね、まあ、海までは出てないんですけど、もうかなりそのスペインの南の方まで来てるというイメージですね。まあ、そこにあるイリパという広い、まあ、平地のある土地だったんですけど、まあ、ここでスキピオが来るのを待って大海戦をしようということを企んだんですね。まあまあそうなんでしょうけどね、こんな圧倒的な兵力差があるんならね攻めりゃいいのにねっていう。まあね、籠城されたらどっちみち時間がかかるし、籠城戦じゃ象も騎兵も活かせないから、まあ勝てる確率の高い平地での海戦を選びたかったんでしょうね。まあどっちみちそう簡単にね追い出せる相手ではないっていうことは分かってたっていうことなのかもしれないですけど、まあ、ちょっとこの辺はよくわからないです。なんかもうちょい急げよっていう感じはしますけどね。まあまあそういった状況でね、こうイリパという場所で、孫とギスコが待ち構えているという状況はですね、スキピオも把握していたわけですよ。スキピオの得意技は電撃作戦なわけですけど、電撃作戦が得意なスキピオはですね、まあ逆にゆっくり準備したんですね。まあ、バイクラでのあの大勝利によってですね、イベリアの住民の中にもスキピオにつく部族も増えてきたんですよ。最終的にはスキピオ軍もですね4万8000まで膨らんだんですね。おお、だいぶ増えましたね。まあそれでも7万4000対4万8000ですからね。まあ籠城戦ならね、なんかワンチャンいけそうな数かもしれないけど、数が物言う平原での海戦となると、まあまあ厳しいだろうっていう感じですよね。スキピオ側はですね、軍団を率いてゆっくりイリパの地に近づいていく、まあ、付近に近づいてもですね、陣地をすぐに気づかずに南側にぐーっとこう回り込むようにして、まあそこの、まあ、南に回ったところにちょうどいい丘があったんで、そこの上に陣地を敷くと。まあこのイリパとそれこそジブラルタル海峡にあたる海沿いには、まあカルタゴの拠点がもう一個あったんで、まあ、そことの連携をこう切るというか、逃げ道を遮るみたいなね、意味合いもあったみたいですけどね、南に回り込んだのは。まあそんなこんなですね、両軍丘を降りて、まあ両軍丘の上に最初こう陣地を、本拠地をね、築いていたわけですけど、丘を降りて平地に布陣する。ローマ軍はですね、中央に主力であるローマ重装歩兵を置き、両翼に新兵であるイベリア人部隊を置いていた。まあ新兵というか、先ほどこうね、名声が高まったおかげで集まってきたイベリア人たちですね。まあちょっとだから戦力としては若干未知数な部分があるっていうことですよね。だし、まあまあローマのメインの主攻はこの重装歩兵ですからね。まあそれに比べればやっぱりちょっと劣る部隊を両翼に置いていたということですね。中央を厚くしてたということです。それを見たカルタゴ軍も、まあ、それに合わせる形でですね、中央の戦力を厚くして両翼を、まあまあ手薄というか、まあ、ちょっと弱い部隊を置いてたと。さあ、まあそんな布陣でですね、まあさらにその両翼に、まあ、騎兵とかはいるんですよ。でカルタゴ軍の場合は両翼騎兵の前に増部隊がいたりするという感じですね。さあそんな布陣でいよいよ大決戦となります、かと思いきやですね、三兵による戦いだけでどちらも本格的に
動かないんですよ。まあこの中ね、あの点点点点で示されてるのが三兵なんですけど、三兵ってまあ本当軽装のね、 あんまりこうガチガチの鎧とか着てないような機動力に富む兵装の人間がですね、まあ、石を投げたりとか槍を投げたりとかしてなんか揺さぶりをかけるみたいな役目なんですよね。まあ大体の戦いの場合、この三兵同士の戦いが最初にあって、まあ、その後本格的な兵力の戦いになっていくっていう感じなんですけど、まあ、その揺さぶりをかける中でね、どっかにこう感激ができたりとかギャップができたりとかっていうことがあったりすると、そこに向かって突撃していったりとかね、主力がね、まあみたいな役目ですね。まあだから三兵の戦いだけでね、決着がつくということはないわけですよ。だからなんかこうずっとこう「やっやっ」つってなんか石とかが投げ合ってるだけでですね、どちらの主力も動かないと。まあ、カルタゴ軍総大将のギスコはですね、相手の出方を伺いたかったのか何なのかよくわからないんですけど、とにかく動かないんですよ。でまあスキピオとしてはここまでじっくり来たわけですし、そんなに急ぐ理由もないんで、もはやね、ここもじっくりと相手が動くのを待つんですよ。でそのまま日が暮れる日が暮れちゃうんだってそして翌日も三兵だけの戦いでお互い動かず、また日が暮れるその翌日も動かず日が暮れるって、何をやってるんだよっていうねいやギスコ何やってんのマジでって感じじゃないですか。急げよっていうだしこれだけの兵力差ですからね、なんかいくらでも攻め手がありそうなもんですけどね、動かないんですよねギスコね。まあスキピオの方はね、変に動けなかった部分もあるんでしょうしね、急ぐ理由もなかったということで、まあこんな感じで数日経つんですよ。そして日に日にですね、まあスキピオがですねちょっと気がつくんですね。カルタゴ軍の布陣が遅くなってきているっていうか、まあその、まあ、夜になると一旦、まあ、ほとんどの軍勢がキャンプに戻って、でそこで一夜を過ごして、まあ、見張りだけは立てとくんだと思うんですけど、まあある程度の兵力は残しておいたりするんでしょうけど、で翌朝になってもう一度両軍布陣し直すわけですよ。でその朝の布陣がカルタゴ軍やたら遅いっていうことに気がつくんですね。っていうか割とこう朝ゆっくりと準備するタイプなのねギスコさんみたいな感じでちょっと気がつくんですよ。あ俺と同じタイプ、あ俺と私のことですよ、はい、もう家出なきゃいけないっていう時にうんこしたくなるみたいなねタイプね。まあトイレが近かったのかどうかわかんないですけど、まあそういう感じでね、ちょっと朝ゆっくりと準備する感じだったんで、もうローマの側整ってんのにあれ遅いなみたいな感じだったらしいんですよ。でここに気がつくとですね、スキピオの方はですね、翌朝カルタゴ軍はまだ誰も兵を繰り出していない中、スキピオの騎兵と軽装兵がめっちゃカルタゴ本陣にですね槍を投げてくると。まあなんかここで一気に潰しにかかったりとかしないのねっていう感じはしますけど、ここで一気に行きゃよかったんじゃねえのっていう気もしますけどね。まあまあその本当にこの槍を投げるっていうのはまあ挑発的な行為なわけですよ。でそのなんか槍めっちゃ飛んできてることに気がついて慌てて準備するカルタゴ軍みたいな感じになるんですね。で慌てて準備したはいいけど、もうそこにはすでにバッチリ布陣してるローマ軍がいるわけですよ。要はスキピオはですね、カルタゴのその布陣の遅れに気がつくと、前日の夜明け前から兵たちに準備をさせていたんですね。もうちゃんと飯も食わせて、しっかり眠りもね、早めにとってですね、もう体調バッチリの状態で臨んでいたと。それに対してカルタゴ軍はそれに気づいて慌ててこう飯も食わずにとにかく急いで兵を布陣させたというわけですね。え何もうもう来ちゃったのみたいな、ちょっとまだ眠いんですけどとか言いながらですね、ちょっと眠気もなくこすりながらですね、みんな布陣するんですね。はあいやはあとか言いながら、眠いよまだとか言って、あもうちょっとお腹減ってるしなみたいな感じなんですね。でまあまあその慌てて布陣したこともあってですね、まあ、カルタゴ軍はまあ当然これまで通りですね、中央を厚くして両翼を薄くしていたわけですよ。まあ最初からずっと同じ布陣を取っていたというわけですね、カルタゴ軍は。だがローマ側は今までと逆に中央を薄くしていた。まあその中央にイベリア兵ですね、新兵である、そして両翼に重装歩兵を置いていたんですね。ここにギャップが生まれるんですよ。というかスキピオがこれを仕組んだんですね。
まともに飯を食えないまま布陣したカルタゴ軍に対してゆっくりとローマ軍が前進を始める。そして一定の距離に近づいたところで中央はそのままゆっくり前進していくんですね。だが両翼はですね、左右に展開し始めるんですね。そこから両翼は疾風のごとく駆け出し、瞬く間に敵の両翼まで近づくと、そこからさらに加速してですね、一気に両翼包囲すべく敵側面へ回り込む。そしてカルタゴ側の両翼にいた象をめがけて槍を投げまくる。混乱した象はいつも通り見境なく暴れ回ってですね、手がつけられない。そしてローマ両翼は主力の重装歩兵がいるのに対して、カルタゴはね、雑魚兵しかいないわけですよ。さっき言った通りね、だから無双するんですよ。でそれならね、カルタゴの主力である中央軍が両翼に助けにね入ればいいじゃないかと思うけど、ゆっくりじわじわとそのローマの中央軍もね、イベリア兵も近づいてくるわけですから、まだ接敵してないんですよ、中央は。だから行くに行けないというかね、ここで下手に行くとそのローマのねイベリア兵弱いかもしんないけど、そいつらが裏に抜けてもう取り返しつかないことになるかもしれないっていう可能性もあるわけですよ。だからカルタゴの主力部隊がこのチューブラリンの状態というか、動くに動けないみたいな感じで戦闘に参加することができずに釘付けにされて動けないというね感じになるんですね。でもちろんそのカルタゴの領域もですね、ある程度は耐えていたんですけど、お昼頃になるとですね、お腹が減って力が出ないっていう、もうあのアンパンマン状態になってしまったんですよ。一方のローマはちゃんと飯食ってきたからね、もう気力十分っていうね、まあ飯の差なんだここっていう。こうしてまさかの数敵不利な相手に対して両翼包囲を成功させるという奇策によってですね、ついにカルタゴ軍が背中を見せて逃げ始める。要は両翼突破したんですよ。それによってもう戦いに参加することもできなかった中央軍ももう逃げざるを得なくなって、背中を見せて逃げ出したということなんですね。いやー、なんかこれもうトレビア川の戦いの意趣返しみたいなね感じで胸熱ですよね。あのトレビア川の戦いって、チチピオがねハンニバルと戦ったあの戦いですね。チチピオはあの時怪我してたんでね、あのうまく指揮を振るえなかったっていうね、じくじたる思いがあったと思うんですけどね。であの時はね、孫がヌミディア騎兵を率いていて、でなんかろくに飯も食ってないローマ軍に対してですね、奇襲してくるっていう作戦だったわけですけど、それでボッコボコにやられたわけですけどね。今度は逆にローマがカルタゴに飯を食わさずに大勝利をつかみ取るんですね。いやーすごい。で大体ね、こうしてカルタゴ軍逃げ出したわけですけど、大体近代以前の戦いっていうのは、この追撃戦の時にね、多数の死者が出るものだよみたいなことをよく言われると思うんですよね。なんていうのかな、普通人間の本能としてあんまりこう武器を持って前線に出て戦いたいなんて思わないわけですよね。だけど一部のちょっと気が狂ったようなね、猛将みたいなやつらとか、本当にもう戦闘が大好きな人間もいるわけで、そういうやつが指揮官とか武将になってですね、最前線で自ら突っ込んでいく、そうすることによって周りの本当は戦いたくないけど、徴兵されたから仕方なく来たみたいなね、兵士たちを鼓舞するとともにですね、相手の本当は戦いたくない連中をこう無双していくみたいな感じなわけですよ。だからこそね、こう武将対武将の一騎打ちみたいなのが意味あったというか、本当はみんな戦いたくないけど、戦いたいやつは戦うみたいな感じになるわけですよね。だけどこういうね、撤退していく相手に対してはこうなんか人間強気になるみたいなことも言われていて、急に多分アドレナリン出るんでしょうね、人間ね。そうなると、おお、俺たち勝ってるみたいな感じになってくるとですね、すげえこうなんか戦闘意欲が増してきてですね、背中を見せた相手に対してはめっちゃ戦闘本能をむき出しにして素人兵たちも向かっていくことがよくあるらしくてですね、そういうので多数の死者がこう逃げる側に出るっていうふうに言われてますよね。こうしてね、スキピオ軍がカルタゴ軍を追うわけですよ。何事もなければカルタゴ軍はここで本当に全滅していたかもしれない。神々のいたずらか、イリパの平原に突如雷雨が降り始め、追撃を諦めざるを得なくなった。
ったんですよ。そう、すげえ雨降ってきてですね、雷もバンバン落ちるみたいな感じに急に天候が変わったらしいんですね。ちょっとさすがにスキピオの方も、もうこれ以上の追撃は危険すぎる、一旦引くぞみたいな感じになってですね、まあそのおかげでそのマゴもギスコもですね、ヌミリアの王子であるマシニッサもですね、逃げ延びることができたんですね。なるほどと。でマゴやギスコはですね、もうこのまんま逃げ切って一旦カルタゴ本国まで戻ったらしいです。まあなんかここでちょっとその敵将を撃てなかったっていうのはね、大将を撃てなかったっていうのはちょっと痛いところですけど、まあそれでもね、カルタゴ軍に残った兵力っていうのは、最終的に残った兵力っていうのは6000だったというふうに言われてるんですね。で7万4000が6000まで減っていた。いやこれはもうカンナエ級のね大勝利ですよ。もうハンニバル級ですよね、すでに。いやこれはでもまあなんかどう評していいのかもよくわかんないですけどね、なんかギスコの凡庸さというか勇気のなさというかね、決断力のなさをこうスキピオがうまくついたというような感じなんですかね。いや普通に朝早く準備しろよみたいな話だったりとか、いやもっと早く攻めてれば絶対変わってたでしょうとかさ、ね、まあ何とも言えないですけどね、まあ7万人以上のね兵を集めて、まあ、動かすっていうだけでもね大変なんでしょうからね。いやでもそれお前の仕事だろみたいな感じもしますけどね。まあまあただ私にはできないというか、そんななんか人を束ねるとか一番嫌いなことなんで、まあまあ大変なんでしょうけどね。にしてもさみたいなところはちょっと感じちゃいますよね。こうして事実上のイベリアでの覇権を握ったスキピオ、まあ、事実上のっていうか、まあある意味もう完全制覇と言っていいでしょう。マゴとギスコもね、追い出すことには成功したわけですからね。チチピオとオジピオがね、頑張ってどんどん攻め込んで勢力を拡大しながらも敗れてしまい戦死してしまった、まあ、それを若きスキピオが引き継いでついにイベリア制覇を果たしたというわけなんですよね。そんなスキピオはまあ守備軍団をイベリアに残しつつローマへついに帰還するんですね。スキピオ29歳になっていました。イベリアに行ったのが25歳の時ということなので、まあ、4年間ですね、ものすごい戦いを繰り広げてくれましたね。そのローマへの帰還はイベリアでの大勝利に反して静かなものだった。まあ、これだけの大勝利を果たせばね、まあ、普通は凱旋式を執り行って派手に帰還するものだと思うんですけど、これなんかスキピオはねあえて凱旋式を行わないという選択をしたらしいんですよ。まあその凱旋式だってね、それはそれなりに歳費を食いますからね、断ったみたいな感じなのか、まあそのスキピオがやらないよっていう風に通達したのか、ちょっとどっちなのかよくわかんないですけど、でその代わり俺をコンスルにしてくれ元老院に要求するんですよ。なるほどと。その交渉の材料としてその凱旋式を断ったみたいなね、で一悶着ありつつコンスルにはまあ一応なるにはなるんですけど、まあ前にも言った通りですね、コンスルになれるのは40歳からであってスキピオはまだ29歳なんですよ。元老院議員ですらない。元老院議員になるにはまあ30歳からだから、まあまあ来年になればいいでしょうという感じなんですけど、まあこれだけの活躍を見ればね、スキピオコンスルはちょっとね認められないんじゃないかなみたいなねところはありますよね。さすがにね渋ってたんですが、まあ当然スキピオはやっぱローマにね帰っただけで、まあまあ凱旋式は行わなかったですけど、その市民からは圧倒的な人気でですね、いやースキピオさんキャー素敵かっこいい言われるわけですよ。なぜか黄色い声しか届かないみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ人気あると。まあここでも なんやかんやありつつもですね、まあ彼の実績、その市民からの人気とか、実際コンスル候補もそんないないしとか、まあ種々のこうね事情を鑑みて、まあやらせてみるなるんですね。スキピオコンスルになるっていう雑だけど、
いやいや、そんなんでやらせていいのみたいな感じですけどね。10歳もね、あの規定より離れてますけどみたいな。いやまあイベリア制覇してますからね、そこまあやらせてみるみたいな感じになったんですね。でもそれに特に反感を持ったのはですね、元老院の重鎮となっていたローマの盾ファビウスですね。もうこの時70歳です、ファビウス。重鎮どころかこの頃はなんか元老院の第一人者、プリンケプスと呼ばれていたと。プリンケプスってね、後のアウグストゥスがね自ら名乗った故障みたいなところもあったわけですよ。その元老院のなんか名簿の一番上に書かれる人物みたいなね意味がもともとはあるらしいんですけどね。まあ結構こう権限というかこう、まあ不分立的なものなのかもしれないですけど、あの他の人の発言を制してでも自分が発言できるみたいなね、そういう感じの立場にもうこの頃ファビウスはいたんですね。そんな中ですね、ファビウスはすごい反感を持ちながらもですね、あいつがコンスルだとみたいなことをちょっと思いながらもですね、ではスキピオの認知をどこにしようかと、スキピオが当たる正面をどこにしようかっていう話ですね、という議論が始まったんですよ。この認知をどこにするのかっていうのを決めるのは元老院の仕事なんですね。なのに私をアフリカに向かわせてもらいたい、アフリカへ行ってカルタゴを脅かす言い出すんですね。直接カルタゴ本国に乗り込ませてくれと言い出したわけですね。これにファビウスが切れる。小僧と思いながらですね、なかなかの戦果だったようだな。まああれはお前の父やおじが時間をかけて勢力を広げたおかげだがな、アフリカは敵の本拠地、植民地であるイベリアとはわけが違う。貴様は知らないだろうが、かつてレグルスというローマきっての猛将がアフリカへ乗り込み返り討ちにあっている。同盟者も全くおらず、共闘歩も築かれていない敵地に乗り込むことがどういうことか、コンスルがハンニバルを放置してアフリカへ行くのがどういうことか、貴様はハンニバルに当たれ、そのために超法規的に貴様をコンスルにしたのだ。ハンニバルを甘く見るな、やつは補給さえ届けばすぐに息を吹き返す。まずやるべきことはイタリアに平和を取り戻すこと、アフリカに行って戦いをするのはその後のことだ言うんですね。すげえ正論みたいな。もう元老院もそうですねファビウスさん、さすがみたいな雰囲気になるんですね。それに対してスキピオはですね、老害が黙ってろよ、いやファビウスさん、あなた方やこれまでの歴代のコンスルたちが慎重にハンニバルとの戦いを進めてきたこと私も承知していますし敬意を払っています。しかしながら年齢は若いが戦場経験は若くないと思う私の考えでは、これまでに成功してきたことも必要とあれば変えなければならないということであります。私は今がその時であると考えるのであります言うとですね、元老院もそう言われてみるとそうかみたいな感じになってですね、あの雰囲気がちょっと変わってくるんですね。でまあ、あのまあファビウス派とこうスキピオ派にこっちと分かれながらいろんな議論をしながらですね、いやいやそうは言ってもさみたいな、いやでもスキピオの言うことも一理あるよとか言いながらですね、その大論争の末にですね、まあ、元老院は悩んだ末によし決まったと、スキピオの認知は間を取ってシチリアシチリアみたいな、本当に間取ったなっていう、カルタゴとイタリアの間取ってシチリアみたいなそんな決め方でいいのみたいなね感じで決まるんですよ。まあハンニバルはね、そのイタリア半島のつま先あたりにいるわけで、でまあスキピオがシチリアに行ってくれれば、まあハンニバルとも距離が近いわけですから、その牽制にもなるでしょうしっていう考えもあったんでしょうね。でハンニバルに対してはまあもう一人の、まあ、コンスルね、あの当然二人いるわけですから、まあもう一人コンスルいるんですけど、そのもう一人のコンスルがハンニバルに対しては当たるという格好になれば、まあコンスルでこうね挟み撃ちにしてるような感じにも見えるし、まあスキピオが望む通りアフリカにも近いし、でなおかつですね、そのまあなんだろうな、こう元老院としてはアフリカにスキピオが攻め込むことをこう公然と認めるのはちょっとどうかなみたいなところがあったんで、スキピオが個人的にシチリアで兵を集めてですよ、で勝手に
アフリカに行くのであれば、そのカルタゴに攻め込むのであれば、それは元老院の知ったことじゃないからねみたいな、好きにすればみたいな感じで決まるんですよ。そんな決め方あるっていう。だからなんかね、その正規軍をほとんどスキピオは与えられずにシチリアに行くことになるんですよ。そんなコンスルいるのっていうね。そう、それでまあ翌年シチリアへ渡ったスキピオは早速歩兵を始めるんですね。兵を集め始めると、アフリカへ行きたいか言うとですね、まあそのイベリアでのね、あの活躍がね、当然轟いてるわけですから、まあすぐにね、兵はどんどん集まってきたわけですよ。おスキピオさんがシチリアに来てくれたよみたいなね、ところもあったでしょうし、うわスキピオさんと一緒ならもうぜひ行かせてくださいみたいなね、感じもあったんでしょうね。それもですね、そのシチリアにいた兵たちっていうのは、あのローマの剣マルケルスと共にシラクサ攻略を果たした超ベテラン兵なんですよ。彼らはね、あの艦内の戦いの生き残りでもあったんですよね。あ、そういえばね、そのマルケルスが攻める前にね、そのシラクサを攻める前にね、艦内の戦いの生き残りたちをなんか引き継いでから言ってましたよね。そうなんですよ。でスキピオ自身もね、艦内に参戦しますからね。で、あの生き残ったね、生き延びた一人ですからね、前にも紹介した通りね、まあ、ここでこうなんか再会するというかね、いう感じになるんですよね。他にもですね、まあそのイタリア本土からもシチリア以外からも、そのスキピオと共に戦いたいという兵たちがどんどん集まり出してですね、まあ、最終的には兵力は2万5000になったんですね。船乗りは1万2000までとなったということで、まあ、あとは軍艦とかもね、結構30隻ぐらいだっけな、あと輸送船とかもどん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 いろんな物資とかも集まってくるみたいな感じになっていくんですね。でここでイベリアで行ったのと同じようなね、兵の訓練とかを行って、まあ、その間にね、アフリカの情報を収集したりとかね、可能な限りの工作をしたりするんですよ。まあこの工作がね、まあ後に聞いてくるというか、まあ、なんというかという感じなんですけど、やっぱ事前にね、こうスキピオはちゃんと調査をするタイプですね。まあその点はハンニバルにも似てますよね。イベリア半島の時もね、そうでしたよね。そして、まあ1年ぐらいかけてこういった歩兵とか訓練とか情報収集とかをずっと行いつつ、翌年プロコンスル、プロコンスルっていうのは、あの、まあ、全コンスル、全執政官のことなんですね。その全執政官っていうのも、まあその軍団を率いる資格っていうのは引き続きあるみたいな感じなんですね。だからコンスルって毎年変わっていくけど、まあね、まだこう1年単位でね、その戦争が終わるわけでもなく、1年経ってコンスルじゃなくなったからもうローマに帰ってこうみたいなことになったらね、何にもできないわけですから、まあ、引き続きその全執政官として軍団を率いる資格みたいなのを与えられるんですよ。これは別にスキピオだけじゃなくて、今までもずっとそうだったしっていうことですね。なのでもうここで1年経ってるんで、コンスルの資格はなくなったけど、その全執政官プロコンスルとしてスキピオはいよいよアフリカへ向かう。いやー、ついにですね。続きは次回。いやー、なんか第二次ポエニ戦争もなんかちょっと終わりが見えてきたというかね。まあまあ、いやー、ここからもまあ凄まじいね、戦いとかがあったりしますんで、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ということでスキピオもね、ハンニバルもどうなってしまうのか。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。